タッフが本当は何してるか知ってるわけ。え、そうなんですか。いや、そうなんですか。そうなんだよ。あ、そうですか。近いから。はい。藤井さんがもともとなんかリアクションがおかしいよ。すいません。で、それで、はい、その最高幹部の方が、はい、結局池田大さんが結構女絡みのね、はい、割とこう囲ってるっていうかいう話でね、はい、あちこちこう、まあ、ある意味モテるところもあるから、まあ、はい、まあほら一応ね、うん、人類の指導者みたいになってるから女性もファーってなるじゃないですか。なっちゃいますね、うん、だからやっぱりいっぱいいたんですよ、そのね、心をときめく、うん、そういう人がいたっていう話は私高校生の頃は聞いてたから。あ、そうですね、うん、だからあの油だぬき先生の油だぬきね、はい、まあ、ハレンチ旅みたいなものもね、はい、ハレンチアンギャみたいな、ハレンチアンギャ、うん、まあ、そういうのももう知ってたから、別に池田大則を宗教指導者として素晴らしいっていう感覚があんまないんです、もともと。あ、そうなんですね。これはただあれですか、親御さんの前ではもちろんそれは素晴らしいと言っていたっていう、それは親は期待されてるわけだから、それで私、小学校とか入ってるわけだから。ただ内心はこれ全然すごくないとか、まあまあ、宗教者としてはね、はい、ただ、要は私は池田大作っていうのは一種の宗教とか政治を使った、まあ、事業家みたいな起業家みたいな発想で見てたから、もともとそういう人間だっていう、人だっていう意味では尊敬してましたよ。あ、そういうメンテのビジネスにして、だから政教新聞で言われてるようなことでもう聖人君子としてはもともと見てなかったから、はい、だから逆に言うとそれほどこう没入もしてなかったんでね。ああ、うん、じゃあそんなにこうなんていうかフェードアウトしてもいつでも大丈夫というか、いやいや、そんなに怖いとかさ、今、はい、今ちょうどね本当に昨日池田大作が亡くなったことが発表されてるから、はい、それで心がちょっとこう動揺してる人実際いるんですよ。え、そうなんですか。多いです。まずまずいみたいな。いや、まあ、まず要は、うん、やっぱりずっとね師匠だと思って見てる、一種教祖というか神様みたいな人だったから、はい、うん、だからそれが亡くなったってことに対する、まあ、まあ、それこそイケロスというか、うん、うん、昔ジャニー北川さんが亡くなった時にジャニーさん亡くなって寂しいですみたいなあったじゃないですか。ありましたね、ありました、ね、ありました、偉大なる小児性愛者みたいなね。ありましたね、偉大なるレイピストみたいな感じであったじゃないですか。 はい、あんまりいいところで YouTube バンされて大丈夫大丈夫です。まあ、まあ、そういうことですよ、はい、だけど、はい、まあ、私はもともとそこまで、むしろ池田大作が来た時に、はい、周りの人が結構そのあれなんですよね、すごいこうもう泣いちゃったりして感動するわけですよ、はい、うん、小学校、まあ、中学校高校とかさ、あ、本物が来た、うん、そうそうそう、はい、ああいうのをちょっと見てて、ちょっと笑ってました。え、うん、まあ、あったらいいけど「先生!」とかやるんだよ、はい、なんか大声出した「先生!」ってもう、ええ、そうなんですか、そんな感じ、もう頑張りますっていうね、はい、絶対実証示しますとか言うんですよ、はい、うん、絶対成長して戦争の上役に立ちますとか、なんかやるの、やらせられるっていうか、はい、まあやらす強制はないんだけど、そういうことを言い出す人も結構いる。あ、まあ、そういうの見てると、はい、笑っちゃうね。え、だってそれしょうがなくないですか。笑いしそうになるっすよね。え、何これって。まあね、でもなんか泣いてたりしてね、ちょっと笑、ちょっとそれが面白いなと思って。だから結構私好きだったんですよ、その、なんか盛り上がるとみんな、私も、だから、ほら、あんまり笑ってるとまずいじゃん。だから、はい、私も一応やったふりして、ってやるのが、誰が泣いてんのかなって。で、女とか泣いててね、バカだなと思いながら見てたっていうのがちょっとありましたね。じゃあ本当にそしてそういう大学とか出て芸人になってだんだんもうそちらの道は創価学会はいいかなっていう。まあまあまたそれはそれでね、はい、創価学会の応援とか公明党の応援とかしていく中に、はい、まあいろんなやっぱ幹部の本当の内部情報をいろいろ知ってる人が教えてくれたりしたから、はい、うん、それでやっぱり創価ダメだなっていう話はさらに確信を深めたっていうのと、あとまあ反創価学会も本も読んだし、はい、あと改めて学会の本も読んでて、おかしいな、あ、すいません、どうしますか、安さんの電話出た方がいいですよ。いいじゃないですか、まあまあ、あ、いいです、うんうん、でもそのまま、まあじゃあ、はい、どうしよう、切りますか、ここで、あ、そうですよね、あ、でもなんか変な感じになっちゃいますよね、うん、うん、まあ、というとこですよ、はい、はい、これ、どうしましょう、これ
そうですよね、なんか最後のクロージングっていうか、普通にこれ取れるんですけどね、こう。え？これ、安さんのでなんか変になっちゃいましたね。あ、でもいいですかね、これはこれで。うん、そのまま使えるじゃん。あ、はい、おー、じゃあちょっと安さんの出ますね。